こんにちは、作曲家の山本哲也です。この度、12月17日金曜日に杉並公会堂小ホールで開催されるトロンボーンの村田光成さん、それからピアノの中村和江さんによるコンテンポラリーデュオのコンサートのために新作オルガンの声3を作曲いたしました。トロンボーンとピアノなのになぜオルガンであって声なのかということなんですけれども、この曲では音の高さ、音高の決定において雅楽で用いられる唱が奏でる藍竹と呼ばれる11種類の伝統的な和音とその移行形を自由に用いて音を選択しています。唱はしばしばウーグアブッシュ、すなわち口のオルガンと説明されることから、それと関連付けてこのようなタイトルにいたしました。しかしながら奏でられる音楽自体は雅楽のような正確なものでは全くなくてですね、あくまで作曲上の一つのパロメーター目安として藍竹の和音を用いたにすぎません。村田光成さんにはですね、10年前にトロンボーンと弦楽三重奏のためのカイロスという曲を初演してもらっていて、このカイロスという単語は偶然にも今回桑原優さんが新作のタイトルに使っているワードと同じなんですね。なので何かこうトロンボーンと聞くとこうカイロスっていう2つの言葉をこう結びつけたくなる何かがこうあるのかもしれません、ね、分かりませんけれども、というわけで、12月17日会場でお待ちしております。と言いますか、私は今ヨーロッパに住んでいるため、昨今こう簡単に日本と行き来ができませんので、私の代わりにぜひ足を運んで聴いていただけますと嬉しいです。